会見場から追い出されたりとかですね、小泉進次郎さんの直撃取材をやってるんですが、最近顔がバレてガードされてなかなかできなくなっちゃった、そばに近づけなくなっちゃった。あと石原慎太郎さんの記者会見も、あれ記者クラブだけしか入れなかったんですけど、受付通らず潜入したりしてますんで、あ、いいですね。後で怒られました。それで排除されちゃうと、ええ、これ分かります、 1%、はい、横田さんが決めちゃったね、 1%。 ね、希望の党の支持率が JNN の調査でついに 1% になった。本当ね、あれだけ大騒ぎして脚光浴びてさ、いや小池百合子ここにありって言ってたら、なんでそうなっちゃったの。やっぱ横田さんが原因らしいですね。あの女人らとか緑の楽しとかですね、詐欺的政党と誤解されちゃったというのがあってですね、うん、それを早めに正してればそんなことに ならなかったんじゃないかと、若田さんにもぜひお聞きしたいんですが。若田さん、はい、私が振る前に横田さんに振られました。ありがとうございます。いや、だからあの排除発言が出てから立憲民主党ができるまで3日間の猶予があったんです、うんうんうん、ですぐ排除発言を撤回するか、あの希望合流をやめてですね、リベラル派新党と希望に分投して、で選挙協力しましょうということを小池さんが素早く決断してれば、こんなことにならなかった。ちょっと見ていただきましょうかね、それじゃあ本当に、はい、楓さんのイラストですね、お願いします、はい、お願いします。今回はこちらです。じゃん、小池百合子。はい、そうです。この人は何ですか。はい、こちらはですね、ゲストの横田さんなんですけれども、うん、あの排除発言を引き出した小池都知事の天敵とも言われるフリージャーナリストの横田はじめさんですが、いや、あのすいません、大丈夫、排除発言の結果責任を取らない理由は何ですかと質問したところ、はい、次の質問は次の質問どうぞと勘無視、はい、気に入らない記者の質問も排除するのかとネットでは大炎上しました。記者会見っていろいろあるけど、あの、ね、かっこいいなと思ったのがね、石原さんが都知事って、はい、かっこいいんだよね、ちょっとペン貸して、はい、はい、次の質問、あ、君鉛筆で刺すんだよ、生意気だなと思ったから呼びさせよりいいっていうご判断なんですかね、じゃないかな。でもかっこいい、ただやってる人いるね、ピッピッとこうやって、はい、うん、だ俺だったらやっぱりパッと発言していろいろ質問していただけるなら、あ、やっと質問していただけます、ありがとうございます。どちらの記者の方でそうですか、分かりました、初任給はいくらですかとか言ってごまかすけどね。石原さんの時はちゃんと刺してくれましたんで、ピッとね、僕今半年に1回しか刺されて刺してくれないんでですね。それはしょうがないかもしれない。そのちょっと回数についての調査も後で横田さんに教えていただこうと思います。今日はいきなりこれがテーマね。そうなんですね、うん、激論に入る前に横田さんと、すいません、ごめんなさい、お話を。いえいえ、似顔絵についてですね、まだ刺してないんですか、すいません刺してない、いやいや、一番向こうに座ってる今日はピンクのネクタイで、そうですね、後でじっくりご紹介しようと思ったんですが、はい、お久しぶり、夜バズファミリーのお久しぶり、川松慎一郎の時にもお越しいただいております。お久しぶりで、よろしくお願いしますね。あれ、川さん、横田さんとは面識は、いや、あの遠くでなんか厄介な方がおられるなとか見てます。味方にすると強いよ。じゃあ今日これをご縁に、ご縁に、本当そうですよね、はいはい、ぜひで僕は対応する。さあ、それでは議論の前に横田さん、川松さん、お集まりいただいてまして、さらにですね、ゲストコメンテーター塩村彩香さんにもお越しいただきました。都議をされてた時は川松さんと同期にあたられるんですよね。そうです、同期なんです。よろしくお願いいたします。でもあれだね、あの、はい、排除って言葉ね、はい、排除って言葉そんな良くないかね。うん、よく考えてみると、はい、排除必要だったら排除するでしょ。美濃さんはその理念が一緒の人だけ集まるっていうことを言ってるのは正しいってずっとおっしゃってましたよね。そう、僕はどうもそこは若狭さん分かんないところなんですけどね。あの、まあ、確かに、あの、政党というのは同じ考え方が、うん、あ、持つ人が、まあ、募ると、うん、集まるってことは大事だと思うので、うん、はい、そういう考え方、基本的な考え方が違う人は一緒にできないよという意味合いで、まあ、排除っていう言葉を使ったんだと思うんですが、うん、ただ小池知事はですね、要するに小池代表は去年、あの、東京都自民党に対してやはり相当、あの、鋭く迫って、いわば、あの、チャレンジっていうか、あの、挑戦者みたいな形だったんですよね。で、立場が今度は排除っていう言葉によって変わって、自分がなんか、いかにも権力者、権限者のように
そういう立場が変わったんじゃないかと。今までは要するにもっと大きい権限に向かって立ち向かうところの立場だったのが今度は逆転したんじゃないかというような意味合いをやはり与えてしまったのではないか。それが排除という言葉は極めて強すぎるということで、まあ、こういう、いろんなあの影響を与えたんじゃないかと私は分析してるんですけど、それとね、小池さんが議会で謝りましたよね。傷つけたって言葉使ってましたね。あれどういうことなんですか。あのやはりあの選挙でそれぞれ皆さんが候補者それぞれみんな頑張って力を尽くしたそのことについて自分の言葉によって選挙結果は悪影響を与えたということで、その点については申し訳ないというような意味合いだと思いますけど。川本さんそう、まあ、あそこで謝らないと自分のに対してのですね厳しい風が止まらないから謝りになられたのかなというふうに見てますけどね。気持ちがこもってる感じはしなかったですまあでもなんかそこまで私も排除という私はですね排除という発言が小池都知事のそこまでそのマイナスに影響したかなと。むしろその都知事としてのそのまあ、ご自分 の, その職に専念しなかったこととかですね、やっぱそっちの方があの都民にとっては、まあ、もしくは国民にとってはマイナスに移ったのではないかなと思うんですね。なので、まあ、排除自体はそのさっきも美濃さんがおっしゃってましたけれども、やはりその例えば特にあの若狭さんとかがおっしゃりたいことの一つに、安全保障ではやっぱり理念は一致して国内政治に対して の, あの違いを、まあ、自民党とは出そうとしていらっしゃったわけですよね。そういった意味ではやはりそこと合わない人は、まあ、ちょっと選別しなくちゃいけないというのはあったと思うんですけども、そこは伝わってたんじゃないですか。希望の党支持率、これ すごい。これいつの支持率なんですか。12月の初めの調査ですね。2日3日の調査だそうです。いやでもこれってすごく怖いなと思うのは、あのもちろん私も同意見で美濃さんだとか吉木さんとその同じ意見じゃない、特に安全保障とかすごい肝心なものに対して同じ意見じゃなければ、まあ、分かれるのは当然だと思うんですよ。だけどこれがあたかも排除という言葉がいけないっていうような、まあ、排除とかリベラル大虐殺だとかっていうレッテル貼りするっていうのはとってもなんかいいことだと思うんですよね。なんか新聞の中ずりみたいに、あ、キャッチーだなってみんながこう見てくれる。でもこれってなんかネガティブな印象だけを残してしまって、さっきあの若狭さんが言ったように逆もう、ね、ジャンヌダルクからなんかもうすごい独裁者になってしまったっていうキャッチコピーでこう印象操作をしている最近こう流行りのメディアコントロールみたいな感じにな、逆のメディアコントロールになっちゃったんじゃないのかなっていうのはすごく思うんですけど。でも私が思うんですけど、やっぱ政治っていうのはいろんな人を包摂してやっていかなきゃいけないので、うん、言葉の使い方としてはやっぱり知事政治家としてやってはいけなくてでそれまでの過程の中でね、あのどうしてじゃあこれを皆さんが否定的に捉えたのかといえば、うん、民進党と希望が合流しますといった時に、うん、じゃあみんなでいろんな人を全力で頑張ろうっていうふうに取ったんだけど、じゃあ私たちは私ね候補者だったんですよ。民進党ですよ、民進の。いや僕は女優さんかと思った。女性ですけどね。出馬されてたんですけど、突然こんなもんでよろしい。突然こういう言葉が出てきて公認されないってなったのに、希望に行かなければ公認されないってことになるんですよ。で排除ってなってくると、うん、一体最初に言ってたこととは一体何だったんだ、うん、数の多い私たちの方が。これは前原さんが悪いんじゃない。両方悪いんですよ、両方悪い。排除発言自体が問題ではなくて、な前日に前原さんが民進党の両院議員総会で排除しませんと、排除されないことはないと、みんなで一緒に行くんですよと、ね、でそれは翌日にひっくり返して、まあ、僕はあの安倍政権倒す詐欺と呼んでるんですけど、もう民進党議員にとってみればもう騙されたと、嘘をつかれたと。でも民進党議員もだらしないですよ。だって自分たちの支持率がどん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 下がっていくから、その中でやっぱり小池さんの人気に便乗しようとしてそれが失敗したわけですよね。それはそれですごく恥ずかしいことだと思いますけど。そういう人もいるかもしれませんけど、全員がそういう考え方ではなかった中 で, なんかですから、ちょっと整理しますとね、まあ、言葉の問題とそれから理念の問題があって、理念というか基本的な考え、ね、で私はよくあのこの選挙後に私が落選したんで自問自答してるんですけれど、あのこの結婚に関しての話に私よくあの例えるんですけどね、例えば結婚する際に、基本的な考え方が違うんだけれど、まあとりあえず結婚しようよと、で結婚した後にいろんな問題が起きてもその時はその時でまた考えようよっていう考え方が一つですよね。でもう一つは、いややはり
人生一生ずっと暮らすにあたっては基本的な考え方ぐらいが一致してなければどっちみちうまくいかないから、まずはそこが大事でしょうという考え方があるんですよね。この2つの結婚観で、私は弁護士でよく離婚相談を受けるんですけどね、大体このワンパターン、最初のパターンというのは離婚する可能性が高いんですよ、うまくいくときもありますけどね。それと同じようなことで、民進党の人たちで考え方が違う人も、とりあえずは要するに安倍一強政権を倒すためにはみんな一緒になろうよというのは、まさにこの最初の結婚観と同じだと思うんですよ。で、私はもう一度同じ状況下に置かれたとしても、やはり基本的な考え方が違う人は一緒にはやっぱりやらない、それがやっぱり国民に対しての誠実な態度だと思うんですよね、うん、何が何でも要するに安倍政権を倒すために目的を選ばないというようなことで一緒になってやるって言ったら、これ民進党とか民主党のね、やっぱり考え方が違う人が一緒にやってたのとまた失敗を重ねることになるんで、おっしゃると民進党と共産党が組んだのも全然実は理念が全く違ったりするのにもかかわらず、まあ安倍打倒というところだけでまあつながってしまったというところが非常にトップ同士支持率に低下につながったんですね。政治の現実を見れば、自民党と公明党が野望をしてですね、共産党と民進党との憲法改正しようというところは一致してるわけですよ、あそこは、まあ、もちろん私はそこの疑問をおっしゃる通り ありますよ。加憲案がどうなのかなとか公明党さんが言ってるけれども、少なくとも憲法に対して疑問を持ってそこを積極的に解決していこうというところでは少なくとも、でも党内にいろんな人いらっしゃいますよね、自民党の中で。民進党もっと野望でした。今回のこの排除の話で右往の衆でしたよ。記者会見の会場に横田さんが入れなくなったりね、はい、横田さんが発言の機会どのくらいあるかっていうと表になってる。そうなんですね。まるで相手にされた。横田さんがまとめられた小池知事の会見での指名の回数ランキングということなんですね。横田さんのお手元にも同じ表が、はい、同じあるんですね。はい、よかったらそちらも出していただいて、これ見るとですね、横田さんは3回なんですけれども、同じ期間ですね、去年の8月から今年の7月、日本テレビの例えば K 記者という方に関しては28回指名された。さあちょっと待ってね、ええ、日本テレビからここ来てんだけどさ、ええ、あテレビ朝日ってないの？テレ朝の方もですね、ちょっと厳しめの質問して次から刺されなくなったということもあって排除されたか、ね、僕と仲いいから刺されないなるほど、ね、いやこれでもあの本当にこれもまさにこれ横田さんがこの表を出された時にものすごくこう都庁内で話題になったわけですね。なるほど、この通りだよと、うん、でこうでまさにあの上位にいる人たちっていうのは厳しい質問しないんですよね、まあ、割とあの小池さんはいいことしてきた、こういうことやってきましたけど今後どうでしょうかというのが上位の人たちなんですよね。日本でこのザ・ページというのは、ヤフー系のインターネットニュースということ、無電柱化について質問してそれ以来気に入られたようで、で横田さんこれを発表どこかで発表された、月刊誌の作るというところで発表してですね、でまあ、小池さんにプレッシャーをかけてこんなに刺さなくていいのかと、トランプ大統領並みの選別していいのかと、横田流の戦略だよ本当ですね、うんうん、でそしたら9月に半年ぶりに刺されたと。でその前横田さんにちょっと質問なんですけど、はいはい、このフリーの人で他に横田さん以外で、あの人と比較においてはどうなんですか。いやあのフリーで刺されない人も結構いますし、要するに上の方は大体フリーも含めて全体で知事の記者会見で刺された回数なんで、いやですから上の方は大体あれですよね、あれは入ってないですよ、テレビ局とかあの幹事社の質問は入ってないです。テレビ局とか組織に関わる人なんで、まあ、多くてもいいんですけど、同じフリーでね、横田さん3回で、他にフリーの人で1回とか2回っていう人もいるんですか。やっぱり初めて刺されたとかですね、うん、で3回っていうのはフリーの人にとってみると多い方なんですか。フリーは全部毎回出てるような人は何人いるか数えてないんですが、でも会場に入れない場合もじゃあったわけ。いや都知事東京都の会見はフリーでも申請すれば入れると、うんうんうん、で他の県だとフリーは質問できない。横田さんが他の方と違ってすごいのはですね、この記者会見に出られるかどうかっていうのはこう出欠意向表明アンケートみたいなのあるわけですね。普通の人は出席だけでこう回答されるんですが、横田さんの場合は出席と質問もさせていただきますと言って返信されるわけです、うん、それでも刺されないわけですね、これ現実ですもん ね。でだから今回 の先ほどの排除するしないというような記者会見もですね、今都庁の中では東京都知事としての記者会見といわゆる政治家希望の党の代表としての記者会見というのは分けてるわけです、うん、でここまでは都知事としてですよと
で2回目やるときにあの横田さんの質問というのは1回目の最初に聞いてるわけ、最後に聞いてるわけですよ。あでもこれはちょっと知事としての質問じゃないわねと、ちょっと待ってねと言って記者会見場をガラッとちょっと変えて時間があって、あえて知事は横田さんにもう一度最初させてるわけです。だから選別して横田さんを選んで、選んで質問して排除の発言になってるっていうのがちょっと面白いところなんですよね。一部と二部に分かれてて、都政と国政で前半と後半に分かれてたんですけど、一部で刺されたんで、さすがに二部で刺さないわけにいかないんで、で4分ぐらいの間があったんですけど同じ質問したと。でもあの私初めて見たんですけど、大体メディアってあの排除いたしますの一文だけが何回も何回もテレビで流れてたので、うん、あんなに和やかな、すごいそれまでもうちょっとマイク入ってるんですかみたいな、和やかな記者会見だったってこと自体も初めて見たんですね。で、まあ、油断したというか、うん、まあ、自分のお気に入りの記者をよく指した和やかな場で、うん、あの発言が出てしまったと。でもやっぱり私さっきの若狭さんの結婚論がすごいその通りだと思って、私実はあの1回離婚をしてるんですけども、まさに1回目は、まあ、1回とりあえず結婚してみようかなと、そこから考えようと思ったら見事にあのダメだったんですね。なのでそんな苦い経験がある私からすれば、やはり若狭さんが言うことはとてもすごく一理あると思う、もう分かりやすいと思うんですよ。だからそれを何ですか、身を削るなっていう感じ。いや、あのそのあのしお考えは非常によくわかるんです、うん、だったら前原さんが若狭さんと同じことを最初から民進党の両院議員総会でも説明して、やっぱり考えが違うと分かれることになるかもしれないから、じゃあ最初からリベラル新党と希望の党と分けましょうと、こういう提案をしてれば、あの緑のたぬきと嘘をついたことにもならなかったわけですし、確かに。でも民進党ってそもそもあの民党共闘で共産党と一緒になってるわけじゃないですか。それって私はどうなのかなと思うんですけども、横田さんはじゃ あの日本共産党っていうのはリベラルだと思いますか。いや、安倍政権を倒すためには、うん、あの共産党も含めた選挙協力、別に政権に入れとは言わないんですが、うん、あの新潟県知事選でも去年の参院選でも共産党を含めた選挙協力をして、自公政権を、うん、に勝利したと、まあ、ある程度、成果を収めたということからすればですね、別に共産党と同じ考えになる必要はないんですが、選挙では一つの大きな塊になってやると。で政党が違う方がいいということであれば、あの選挙協力をして炭焼きをしてやれば安倍政権倒せた可能性がある。でもじゃあなんで責任になっちゃいけないけれども、与党共闘がある以上、野党共闘も一つの戦略だと私は思うんですよ。でさっきの質問の最後で、鳩派から高派までなんで包み込まないんですか、公認しないんですかっていうのが僕 あの建設的な提案だったんですよ。で小池さんに気が付いてもらって、それを包み込んで最初の若狭さんの考えですけど、とにかく安倍政権倒すために大きな塊を作ると、そういう説明を前原さんしちゃったわけですから、前日に。じゃあその線で一貫してやるか、それが嫌だったんだったら翌日にでも排除発言をで行きますから、その代わり希望合流は白紙撤回しましょうと、分党で2つの党でやりましょうという説明を し直せばこんなことにはならなかった。でも前原さんがね、やっぱり一人歩きしたと私は思ってるんですよ。で前原さんがやっぱり民進党全員あの賛成ということを引き出すために、まあ、民進党から希望の党公認申請すればみんな大体いけますよっていうようなことを言っちゃったもんだから、それがずっと前原さんにとってみると縛りになってるから、ずっとそれが引きずって一人歩きして、その通りの排除の論理自体が悪いんじゃなくて、嘘の説明、虚偽の説明が一番の主役の当時の流れが多分そうなっちゃう。あの排除って言葉にこう釣られちゃってるんですけど、結構小池さんこれまでもきつい言葉使ってるんですが、そこは報道されなかったわけです、うん、で横田さんに聞きたいことあるんですよ、はいはい、どうぞ。横田さんはこうジャーナリストとしてですね、どんなあの正義感とかビジョンを持っていつも質問されてるんですか。なんかいつも面白がってるようにしか見えないんですいや、あの僕はですね、小池さんに実は期待してるんですよ。というのは安倍一強の中でですね、都議選で自民党惨敗に追い込んだあの勝負感は素晴らしいと思ってるんですよ。であの時はあのこれが言いたかった、僕は小池さんに褒められたこともあるんですけど、都議選の時にですね、ブラックボックス化の自民党対透明化情報公開の都民ファーストの会ですかと囲み取材で聞いたら、たまにはいいこと聞いてくれるわねと褒められたんですけど、それはまさにですね、森友家計問題で情報隠蔽の自民党に対して国民のこう怒りというか不満が溜まってたところを
小池さんがズバリ透明化の自民あの、都民ファーストが情報隠蔽の自民党を担当。都議会自民党にも横田さんはあの激しく取材構成をかけることがあるというか、この人は何者なんだろうと思ったの。最近の話はですね、こう自民党と、まあ、あのこう宴会やってたところにカメラ持って入ってこられたの、呼んでないのに。それで出てってくださいと、僕ら自民党の報道担当ですから出てってくださいって言っても全然全く聞く耳持たないし、最後はなんかあのね、議会局 都議会の職員が怒鳴って出て行ったって、こういう人はねなかなかいないですよ、ね、昨日も都民ファーストの会が勉強会やってましたけど、あの別にフリーに案内が来るわけじゃないんですよ。あの都庁記者クラブの人と自民党の都議、あ記者 と, あの と,、都庁記者クラブの記者と自民党の都議の方が呼んでほしいんですか。あ呼んでください。じゃあそれ個別にやりましょうよ。ええね、それたまたま今言ってるのはその記者の皆さんたちとこういろんな意見交換会をやってるのに呼ばれないと都民ファーストは呼んでくれなかったっていう話をしてるんですが、ぜひあの面白おかしく質問してるんじゃなくて、あの僕はですね、原発テロ対策が不十分なまま再稼働をしてする自民党はおかしいと若狭さんがまさに、いや僕はね言ってて、横田さんとすごい考え一致してるところがあるんですよ。あの原発再稼働、はい、僕は反対なんですよ。これテロの、僕はテロ対策の専門家なんで、その観点からずっと同じことを言い続けて、その点については横田さんだから若狭さんの発言は記事の中でも何回も紹介してですね、で今の安倍政権というのは国民の命をもう軽んじていると。北朝鮮の脅威がこれだけ増している中で北陸地方の原発を稼働しているのを止めようともしないし、再稼働もどんどん認めようとしていると。 こんな、国民の命と生命をないがしろにする安倍政権は倒さないといけないと、倒すべきじゃないかと。でそれで小池さんに期待して若狭さんの発言も紹介してたんです。じゃあ横田さんはその排除発言がこうを引き出したのはじゃあ今後悔されてますか。いや後悔してるんじゃなくて、建設的質問をしたつもりなのに、小池さんがさっきの B にあるようにですね、都議会の、雰囲気はいいですなんて話をすり替えたわけですよ。僕はだから、前原さんが全員合流できるという説明をしたんだから、鳩浜から高浜で包み込んで、で一つのまとまりで、総選挙をあのまま突入していれば、失速せずに今頃安倍政権倒れてですね、小池総理が絶対に後悔してないですよ。だって横田さんその後いろんな方に名刺渡すために、会場発言の横田ですけど、横田さんの質問に対して、まあ、小池合さんが答えた、その中に差別排除ね、排除って言葉があったってことなんだけれども、その後の結果どうなったかっていうと、ついこの間の衆議院の選挙、自民党は変わらないですね、ちょっと減らしたぐらい、ね、公明党は2議席減りましたけど、減りました。自民党は圧勝ですよね、大勝ちですね、なんでそうなったかと、これやっぱりもしかすると横田さんの自民党に対するプレゼントかもしれませんね。いや僕はですね、5年前の安倍政権が誕生した時、2012年の日本未来の党の代表だった片井由紀子前知事、滋賀県知事から電話を受けてですね、小池さんよくやってくれたと、9月25日に小泉元総理と会ってですね、原発ゼロで意気投合して原発脱原発を掲げる政党を立ち上げると、でこれで政権交代できると。で片さんも5年前に卒原発脱原発を掲げて日本の未来の党を作ったんだけども、野党が乱立して、安倍自民党勝利、政権交代につながってしまったと。で今度はそのリベンジをしてくれると、で原発ゼロを掲げて、あと 森友家計問題学士に批判して、まあ、情報公開をすると、日本柱ぐらいで戦えばこれは安倍政権倒すことができるんじゃないかと。でまま排除発言しなくて、あるいは撤回するしてればですね、こんなことにはならなかったと。で若狭さんも当選して今頃原発テロ対策不十分だということで安倍自民党を追及できたじゃないかと。でもそうなんですかね、私はあんまりその排除という言葉が強すぎるから、そのメディアが乗っただけで、国民はそもそも民進党とくっつくって言った時点で、あこれは選挙のためのくっつきでただの票集めだなっていうふうに思っていて、そこがしらけた原因に、メディアが排除に乗ってきただけで、排除もあったし、そうなんじゃないの。私はそうだと思う。だから言うと国民の凄さはさっきも言ったけれども、衆議院選挙であれだけ自民党を圧勝させるわけですよね。だから小池さんはやっぱ初の女性総理になりたいという野望がものすごく見えてきた、テレビを通して。都議会にいた時に思ったのは、いろんな人と話したのは、小池さんって
排除というかね、その選別するよねっていう、例えばなんだけれども思い出してほしいです。朝鮮人の虐殺の追悼式典、追悼文送らないってありましたよね。でその前韓国人学校の移転に関してもこれも保護にしましたよねと。で朝鮮人の学校 の補助の問題に関してもホームページ増添さん落としてたのに、もう補助してないのに、これも当選されてからまたアップし直してるんですよ。何か排除していく。で一人会派についても、私も予算要望について聞いてもらえなかったんですよ。一人会派っていうのは3人いて、小池さんになってから3人以上の会派は予算要望聞きます、私はもうみんなの声聞くんですとおっしゃってたのに、一人会派が3人まとまって同じ15分くださいって言ったのも副知事が聞けばよろしいっていう回答が来たんですよ。自民党のことも聞いてくれないですけどねそれはちょっと違う意味合いだと思うね。それはちょっと違う。あとその横田さんにお尋ねしたかったのがですね、はい、その小池都知事 その記者会見のまあお姿というかご姿勢についてなんですけれども、あの築地豊洲両立案について記者会見なさった時ありましたよね。あの時いらっしゃいました。ありましたです。その時に確か30分ぐらいだったと思うんですよ、記者会見の時間が。その築地豊洲両立案に関してはで、やっぱ記者会見ってまあメインで まずこちらのまあ、都知事としての方針を説明してから、あとは記者の方から質問をどんどん受けるというのが普通だと思うんですけれども、あの時結構言われていたのが、もう30分ぐらいの会見の中20分以上をずっと小池さんが喋っていて、で豊洲築地両立案って一体どこから出てきたのか、議会にもかけてない、どこから出てきたのかわからない案に対しての質問の機会が全くなかったことに、私はすごく、いやこれはまずいんじゃないかなっていうふうに思ったんです。その排除発言よりもその前の話ですけど、おっしゃる通りで、あの 5分足らずだったと思うんですけど、3人ぐらいでですよね。終わった途端に、あの知事もっとやりましょうよという声が、僕じゃないですけど他の記者から飛びましたんで。そうですよね。でやっぱ築地豊洲両立案って、その築地市場で今働いてる方たちの移転賛成反対も含めて皆さん合致して、いやそれはありえないという、築地にもあの、市場機能を残して豊洲も移転して築地も市場もあり得るというのはありえないでしょうそれはっていうような、非常に批判が大きい案だったと思うんですけど、おっしゃる通りで、まさにブラックボックスですよね、になっててですね。だから自民党、あのブラックボックスで反対していた、批判していたのにもかかわらずやってらっしゃることは、むしろ小池都知事の方がブラックボックスだったんじゃないですか。それはどうお考えですか。いや、その通りで、僕は是々非々でですね、豊洲問題については、はい、あの知事選の時に、あれは宇都宮健児弁護士の政策をパクってですね、本当だったら鳥越俊太郎さんがいち早く築地に行って同じことを言ってないといけないのに、それに先んじて一度立ち止まって考えると。で築地関係者、移転反対派の人はすごい期待したわけですよ。で突然あの両立案が出てきたんだけれども、本当に豊洲に移った後戻ってこれるのかと。で今まで通りの市場機能を本当に維持できるのかというのは非常に疑問でですね。でまあ都議選の時はバタバタしてたからという言い訳が成立するかもしれないんですけど、もう終わってからちゃんとその具体的な道筋を説明しないといけないと思うんですけども、それが抜け落ちていると。若狭さんね、はい、小池さん、まあ、都知事やってらっしゃいますけど、これからどうなっていくでしょうね。あの、まあ、とりあえずホームグラウンドの、まあ、都知事としての仕事を、はい、まあ、とことんこれからやり抜くということしか、うん、まずあの小池さんの今後支持率が増える方策はないんじゃないかと思っております、まあ、小池さんもそういう、知事もそういうふうに思っていると思うんで、まあ、これ都知事として一層まあ力を入れていくと思いますし、もともとオリンピック・パラリンピックをとにかく大成功に収めたいということは小池さんもよく思っているん で、うん、で国政にやっぱり出るというのは、実のことを言うとですね、やっぱオリンピック・パラリンピック、やっぱり国の関与というのは、国の力というのは大事なので、その意味では国政においてもやはり、小池さん側の意見というのが相当反映させたいという思いがあって、そうだとすると国政で、まあ、野党大党なら野党大党ぐらいの力を、うん、あの保有するということが、まあ、オリンピック・パラリンピック非常に大きく成功させる鍵じゃないかと思って、小池さんが国政にというふうになったいきさつはあるんだろうと思うんですよね。川口さん、どうなんですか。これただ今の話でいくと結構大変で、はい、うん、希望の党というのを作られて衆議院選挙に出られました。でそこでアベノミクスを批判、大批判された。そして消費税の増税も反対で、このことがしっぺ返しになって今東京都にかぶってきてるわけですよ。で本来あの消費税これから増税した分をですね、どうやって割り振るかという議論をしてるんですが、東京はいっぱいお金があるんでしょと、小池さんは豊洲も築地も両方使うなんてお金あるんじゃないと言って、本来東京都に
1000億円入ってくるべきものを全部地方に国の政策で持っていかれそうになってるわけです。でだから今までのやってることと今の若狭さんで言った話だとかなりこうギャップが生じてきてるので、だから自民党がこれからやはりあの小池憎しみたいな石返しみたいなことをしちゃいけない。私たちは最初から一緒になってやりましょう、私たちの政策提言をしてきたのに。そんなことないです。自民党の言うことは非常にいや議会で見ててそうは見えなかった。でも僕はいろんな政策提言してきたわけですよ。 やっぱりね自民党の東京都連はね、あの本当に横綱相撲を取れる状態になってきてるんだから、そこのところはもう横綱相撲は1年前の小池知事ですよ。いやだから勝った方が、なんで負けた方に歩み寄ってくんないんですか。僕らがどんなごますたって来なかったじゃないですか。今から若狭さんそう言ってもね、東京は大変なことになっちゃってるんですから現実的に。それはだってお金取られたっていうのは今に始まったことじゃないじゃないですか。もともとその東京都の税金取られてだからそこを国と一緒になってこう手を結びながら議論していかなきゃいけないのに、一方的に消費税増税反対って言って増税分の議論してるんですから。でいろんな予算つけていくんですよ。私は小池さんの消費税の増税についてはこれは政策の問題で、私も消費税増税は凍結すべきだと今でも思ってます。このままやったら景気を冷え込ましたんで、そこのところは要するに何が何でも消費税増税っていう、今の話増税した後の話してるわけじゃないですか。だから議論をしてるんだから消費税増税のどうのこうの凍結したからです。東京都議会は自民党は何人、自民党は22人です。ほら何とかしないと自民党やっていけないね。これはもう大変ですよね。オリンピックどうなっちゃうんですか、うん、オリンピックは多分今若狭さんは知事が成功させたいと思ってらっしゃるということで、だって感情に合戦も止まってしまって、あのちょうど築地の市場のところで断絶されてますよね。だから今結局豊洲市場に移転をしないと築地市場の敷地の工事ができないわけです、うん、で豊洲市場に小池知事は移りますよとおっしゃられましたけど、いまだに市場で働く皆さん方が本当に豊洲に行って私たちのお魚買ってくれるんでしょうか、野菜買ってくれるんでしょうかって不安になられてるわけですね。だから知事に安全宣言を出してください、安全宣言すればみんな気持ちよく移転できるわけです。でも知事は安全宣言できない。なぜかといえば1年前と今と豊洲市場は何も変わってないからです。そのために追加対策工事というのをやって、そうすれば変わったというところで多分安全宣言出されると思いますよ。でもこの追加対策工事ができないんです。なんでですか。入札契約制度を知事側が変えられて、その新しい制度に持っとったら工事する業者が決まんないんですよ。9つの案件があるのにまだ2つしか決まってないです。都庁の職員の皆さんは夏休みを返上して8月に臨時の議会を開いてその工事をやろうという契約も決めたのに、いまだにその夏休み返上から今日までで契約が成り立ってないという状態なんです。じゃあ市場で働く方は本当に大変な思いをなさってるってことですね。今も一体どうなるんだろうっていうふうに僕らに対してもいろんな思いがあります。でも来年の10月には移転したい、10月頃に移転したいということを市場で働く皆さん方の協議会で決めたので、やっぱり早くですねこの豊洲に移るためのやっぱり小池さんには安全宣言をするためのですね、こういう材料をいっぱいみんなでこう作っていかなきゃいけない状況ですよね。そうするとまた自民党さんの案に戻っていきますよ ね、 ね最初の小池さんの肩を持つわけじゃないけれども、うん、いい加減な都政をやってたかやってた都議会議員の皆さんの責任でしょうね。安全宣言にしても何にしてもなぜそんな問題が起きるのか。その時にやっぱそのしっかりとその地下水の問題とかもいろいろありましたけど、やっぱ初動の時にちゃんとみんな対応するのが悪かったんです。確かに悪かったんだけど、今でも今ですよ、その小池さんが1年前に何言ったとか言ってても前に進まないので、やっぱどんどん前に進めるためにその前にずっと前向きなきゃ、その前の都議会の皆さんが怠慢だったんじゃない。そう、その通りですよ。そんなことない、自分のことを棚に上げてやった。そういうふうに若狭さんとかが印象操作するから悪くなっちゃう。そんなこと自分のことでも、もう何十年にわたってやってる。若狭さんも自民党トレード衆議院議員だったじゃないですか。いやだからそれで僕は別れたんですよ。いや別れたんですよじゃないですよ。すいません、すいません、すいません、まずかったと、ということでこの後で楽しいクリスマスの過ごし方ってのやるんで申し訳ないんですけど楽しく過ごすために都政前に進めたいんですよ。川松さんの情熱が止まらないということなんですが、メリークリスマスにならないので、このコーナーはそろそろお時間ということで申し訳ございません。また次回、ね、横田さんまたお入りいただくことになるんで、よろしくお願いします。若狭さんもレギュラーですから、はい、よろしくお願いします。